よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、夏美が日産ノート e-PowerX というグレードをですね、試乗してきたので、インプレッションをお送りしたいと思います。スペックとかはですね、ググっていただいたり、カタログ見ていただいたりすれば、わかりますので、私の動画ではですね、実際に走った感じのですね、こういうところが良かった、ああいうところがどうだったかなって、そういうようなことをですね、語っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。装備7分弱ですね、の動画になりますので、よろしくお付き合いください。それでは出発します。この e-Power ではですね、燃料をですね、発電機として使うというような、そういうエンジンがついておりまして、で、小型のエンジンがついておりまして、それで発電機で電気を起こして、で、リーフと同じモーターをですね、動かして、それを駆動に使っているという、レンジエクステンダーと言われるジャンルのですね、車だそうです。で、やはりですね、リーフのモーターを使っているということでですね、ほとんどですね、リーフに乗ってるのとそんなに遜色ない走りを見せていただけます。加速もですね、素晴らしいですね、レスポンスもかなりいいですね。走りにですね、興味のある方はですね、一度乗られていただいてですね、体感してみていただければ、電気自動車ってこういう感じのフィーリングなんだなっていうことをですね、分かっていただけるかなっていうふうに思います。で、e-Powerはですね、 e-Pedalというものをついておりましてですね、こちらのはですね、ブレーキペダルを踏むことなく、アクセルペダルのそのアクセルワークのみでですね、減速、加速、それから停止ですね、そこまでをですね、ワンペダルで走行できるような仕組みになって、これがですね、慣れるとですね、意外にやりやすいというか、運転がしやすい、で、疲労感がかなり少ない運転ができるということでですね、一回一回ですね、ブレーキとかアクセル、ブレーキ、アクセルっていうふうに交互にですね、右足をこう変えなくてもですね、アクセルを戻せばそのままブレーキングと同じようなですね、そういう仕組みでですね、多分回生ブレーキがあるのかちょっと分かりませんけども、リーフの方はですね、回生ブレーキでもって、ブレーキパッドをほぼ使わずにですね、停止ができるということですね。で、電磁的にですね、止まってるとですね、リーフの場合は停止しますけど、ノートの場合は完全にブレーキを踏んでない状態で止まってるのですね、そういう時は停止した時はですね、ブレーキペダルにペダル、足をですね、乗せ替えないといけないわけですけども、あと市街地走ってる分にはですね、もう本当にワンペダルだけでブレーキ踏むことなく市街地を走り抜けることができます。これはですね、本当に便利な機能ですので、まだ試乗されてない方ですねは、ぜひですね、日産のディーラーに足運んでいただいてですね、試乗をですね、お願いされたらどうかなっていうふうに思います。かなりおすすめな車です。乗り心地もいいですね。タイヤのセッティングがすごい微妙に何ですかね、いいんですよね、多分ね、うまく作ったる車ですね。
で、ボディ剛性がですね、思ってたよりも良かったですね。この骨格のままドイツの街並みを走ってるらしいですんで、まあ、当然ゴルフだとかですね、そういうセグメントなどかとかぶると思うんですけども、かなりボディ剛性が強いっていう印象は受けました。かなりですね、おすすめな車ですね。で、総額ですけど、この車がですね250万ちょっと切るということですので、まあこの走りをですね250万円で手に入れることができるということは、リーフオーナーの私からすると、まあ、ものすごくお買い得な車ということで、満タンでもですね800キロ以上走るそうなので、まあ、運転の仕方によってもまだまちまちですけども、すごく心強いですよね。まあ、そんな感じですね。今回はですね、ノート e パワーの X というグレードをですね試乗させていただいたので、その模様をですね動画しながら、私が夏美とも話してですね、こうだったよっていう話を今語らせていただきました。それではですね、今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。またよろしければですね、チャンネル登録の方をお願いします。またどんどん動画上げてきますので、チャンネル登録の方をですねぜひぜひお願いいたします。それでは失礼いたします。マイクでした。